with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. このね、あの山田さんのご自身の、まあ、今後の目指すべき道みたいなところなんだけど、はい、ちょっとその前なのが学生時代はどんな子供でした、はい小学生とかですか、うん、大学生、うん、小学生、まあ、まあ学生時代だね、大学の時だね、大学生の時、大学生の時なんかもう 100% 遊んで 100% 練習して 100% 寝てっていう感じでした。それと 小学校からのこう変わっていき方って何ですか。小学校の時は別に周りの人もあれでしょ、まあ、音楽は小学生ではなくちょっと女の子みたいな。スポーツがもともと好きだった。スポーツ好きでしたし、友達と遊ぶのが好きでしたし、お姉ちゃんの男友達とプロレスとかずっと小学校で来てました、はいはいはい、あの大学生まで私髪の毛伸ばしたこともないですし、じゃあ男勝り感、男勝り感満載の、あそうなんだ、はい、強い女の子でした。強い女の子だったんじゃないですかね、やっぱりあの友達は常にいっぱいいました、いてくれました、ありがたいことに、はいはいはい、気づいたら中学校の時あの生徒会長に立候補されてましたもん、私してないのに。あなんか掲示板にでみんながよーみたいな行くねーザチーみたいな、でそれで結局生徒会長にならされましたもん。すごい、まあ、元気な学生です、はい、部活ばっかり。保護者の方は、はい、あのどんな接し方とかサポートとか、さ、まあ、でもさっき言ったように、あうちの両親ですか、うん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 、うちの両親は、まあ、本当に私が決めたことに対しては何もあの言わない。例えば、まあ、昔なんかは厳しいあの時代だったので、まあ、叱られることもたくさんありましたし、悔しがって帰ってきても、まあ、あんたが決めたことだからって何も言いませんでしたし、で先生に対してもあのぐっとあの我慢をしてくれてましたし、朝私なんか2時間かけて学校行かなきゃいけなかったんで、高校なんかはバスケで推薦できたんで。ああ、め2時間、はい、なので始発を何県滋賀の中でなんですけど、同じ県で2時間かけて行くって、はい、なんか乗り換えとかがあって始発で行って田舎の方の線に乗らなきゃいけなかったりしたんで、それぐらいかかったんですけど、ドアトゥドアで、うん、でも始発に乗り過ごすと遅れてたんですね、練習に、でその時もやっぱりあの思春期でしたし、もうなんで起こしてくれないのみたいな感じになるじゃないですか、はい、なぜ言ってたんですか。いやそうなんです、なのでなんですけど、まあ、両親はあの協力し合ってあの片道1時間以上かかる高校に朝もうほんと5時ぐらいか送ってくれたりとか、私が遅れないように、車の方が早いから、なんかそうやっていろんなサポートしてもらってましたし。で何歳の高校です。高校の時、はい、自分でバイクで行ったよ。バイクで行った私あの道を外したことはやったことない。ヤギちょっとのけてきる。でも本当遠いんで、だからあの、だからすごい感謝してます。だから私じゃできないなと思うサポートをしてくれてました。あ、はい、なるほどね、はい、こういう今度ね、じゃ あの子供たちを指導する、今ってもう教えたりしてるの。はい、子供たちも教えました。その時になんか 大切にしてることって何か、プラスのストロークじゃないんですけど、すごいこうやっぱりこう大きく表現をしてあげるっていうのは気をつけてます。やっぱり目を見て話すってこともそうですし、なんか褒める瞬間とかのタイミングを早めにしたりとか、でだからオーストラリア人のコーチに教えてもらったのが、この子に何かプラスであの変わってほしいと思うところはまず10個褒めて1つそれ伝えたらいいよって言われたんで、それを実践してます。大事よね、やっぱ褒めることをね、まだまだまだいい体格してるんで、そのままでいいよ。そうですね、褒めることと甘やかすことは違うので、そう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 ね、はい、優しいつの間には違うんだよみたいなね。だから褒めるところっていうのは常に褒めますけど、なんか褒めるものは厳選してます。なのでチャレンジした時に褒める、だからそのただただ褒めるんじゃなくて、でもチャレンジってリスクあるじゃないですか、その失敗はもう全然 OK よみたいな。そうですね、あの
これは素晴らこれはいいミスだよねっていうのは言うかも、はいはい、そいいミスしたねみたいな。確かに確かに。そう、後ろ下に見えるからかな。俺も子供の頃にもう怒られてたかったもんね。あ、そうですね、私もそうでしたまあそれでもやっぱりこう自分のどこまで目指すかっていうのが大事なことになってくるんでね、うん、この現役選手、指導者、経営者、うん、ね、で、競技の普及活動などされてる中で、はい、今大変なことって何ですか？時間配分はラクロスとかいうかスポーツを通じて、うん、時間の中でスポーツをしてたので、うん、得意なはずなんですけど、うん、ついついやっぱオーバーワークになっちゃうっていうか、うん、なんだろう、止まらなくなっちゃう、一回こう時間に入っちゃうと、そこは大変だなと思います。苦労してます、そこの時間のマネージメント。マネージメントね、はい、これちなみにこう平均的な1日の、まあ、スケジュールみたいなってどんな感じなんですか？なんか一番忙しい時の話で言うと、まあ、海外との打ち合わせが多いので、私今国際マッチを自分で作ってたりするんで、そういう時ってアメリカとかヨーロッパとかと一緒にミーティングをするんで、大体本当に5時とか朝の、うわーそうか、5時差あるか、はい、なので始めて5時からまあ7時とかの会議をやったりとか。もちろん英語で、英語で、はい、ペラペラやもんね。いやいや、そんなことないですで、そう、一生懸命英語しゃべって、わーすごい。でそこからだから、その後最近もうオンラインだから時間が空かなくて、どんどんミーティングになっちゃって、でそれで対面のミーティングとか入れたら、まあ、終わりが例えばまあ11時とかになってたりとか、そういうのでもやっぱりこう自分の体で寝なきゃいけなかったりするので、なんかそこの、ま、タイムマネジメントをもっと私はしなきゃいけないなと思ってます。あ、そうか、マネジメント、やっぱタイムマネジメントが大変。次、選手とは別の活動ね、はい、普及活動や会社経営などが、選手としてプレーする際に生かされた経験はあったのかみたいな。これは選手として、うん、で競技の中で自分が他の2軸をやってるところで、うん、影響があったかどうかっていう、そう、それはあります、ね、それあるよね、はい、選手としてね、プレーは、それはありますし、人を見る視野が広がりました。あ、そう、やっぱりラクロスっていうスポーツの中で、見る裏側も見るしね。そうですね、なんかそれで彼らのために私がどう変化をしてあげたらいいかっていうのも、やっぱりもう一方の軸で学んできたことをこう実践していると思います、はい、なるほど。今後は、どんな取り組み、まあ、さっきの、ね、子どもの未来の、はい、ああいうテック的なこともそうだし、うん、どんな取り組みしていく予定なんですか？そうですね、ずっと私ラクロス始めた時から、実はラクロス始める前に保母さんになりたいという夢もあって、うん、でそれで子供たちとラクロスっていうのを掛け合わさって自分の新しい夢に変わったんですけど、うん、ラクロス始めた時から子供たちの選択肢を増やすっていうのが私の夢に変わらず持っているので、うん、そこは全くぶれないんで、それに対してどういうアプローチをしていくかっていうのを自分の中で整理しながら作っていく、なければ作る、あるならそれを伸ばしていく、で自分ができないところは仲間たちに手伝ってもらうっていうような、いろんな方向性から最後のゴールにたどり着ければなというふうに思っているので、なのでこれからも同じその夢を追いかけながら子どもたちのそういう機会を提供していきたいなと思ってます。素晴らしいね、夢夢とドリームは違うもんあ、そうなんです。僕はね、でもチームって語源も私好きで、Together, Each, Achievement, More、 まあ Everyone でも言うんですけど、Together, Everyone, Achievement, More で、みんなでより多くのことを一緒に達成するっていうのがチームっていう語源を私も学んだ時に、はいはいはい、私の人生こうだなと思って、どんなチームを作っていくかっていうことでいろんなものがなせていける、なんかこれって私のすごい大事にしている語源かなというふうに思ってます。ああ、それで見ようたらね、なんか天皇の、ね、うん、初代天皇の神武天皇が言ったことで、八方一宇宙という言葉があって、それね、この、まあ、当時は日本を指したと思うんですけど、この国民全員が家族ですっていう言葉だったというのがあったし、俺さんもチームが大きくなっていったら、まあ、日本全体になる、その言葉をそんな何千年も前に言えるっていうのって、だいぶ忘れちゃうけど、それでなんか
あるのよね、みんなね、なんかチームとかグループとか国とか国家とかだんだんこう広がっていくんですよ、はい、これどこまでこう、まあその時にワールドになっていくんだろうけど、うん、なんかそういうな、あの一人でやれることもまあまあ限られてるし、うん、チームで助け合うっていう、はい、あととかやっぱ子供と子供の助け合いで成長していくっていうことが僕ら若い時からあったじゃないですか、うん、やっぱりそれをやっぱりコミュニティをねどんどん作ってあげて成長させてあげる場をねなんかねたくさん作ってほしいですよね。でやっぱりね、あの山さん僕ら応援したいのはあのなんだろう経験、海外での経験とかこう日本のこのハイブリッド化させていって、うん、やっぱ向こうの考えとか教育とかって随分違うところが多いので、そうですね、スポーツっていうのは今は遅れてるし、うん、だからやっぱスポーツって競技であるのが戦いじゃないですか、うん、で日本国民って農耕民族だから戦いの文化ってねなんかちょっとやっぱ遅れてるのよね、まあ、中国とか日本のこの歴史でいうと随分ネズミと戦ってる時に日本は高い床式住居で、ネズミの向こうはもう槍でもうねこう鎧着て戦ってる時代にもうだからそういう争いごとに遅れとるから今のは、うん、なんかちょっと取り戻したいね。で今戦争するわけじゃないけど、じゃあもう最後に、はい、あのスポーツを頑張っている子どもたちへのメッセージをラクロス、まあ、バスでやってラクロス通じてみたいな今度ねあの目指すべきことって次は日本の監督とかってなるんですよ。そうですね、まあいろんな機会があれば私のできることはやっていきたいなと思ってますし、私にはラッキーで夢があったんですけど、別に夢がなくても全然いい、まだない人はそれでもいいと思ってて、一つ一つをクリアしていくことでできていく夢もあると思うので、人それぞれが生きる道の中で、あの子どもたちもそうなんですけど、何かあの興味をもっと持てるような視野を、あの取れるといいかなと思います。なんかそれをするためにはあの周りの人がそういう機会を提供するっていうのもありますし、自分で探しに行くっていう方法もあるんで、その方法を知ること。なるほど。でそれに対して一回やってみることっていうのが大きくこう大事かなという思うので、何か興味あることは一歩踏み出してやってみてほしいなと思います。子供の御社へのお試しのなんか体験になるのか、うん、あ体験会とかはたくさんやってます、はい、ぜひこれを通じて、ね、申し込んでほしいよね、はい、ぜひあ、はい、あの3月にあの大きな国際マッチ、アメリカの選手たちを呼んで、うん、日本代表対、まあ、アメリカのプロのオールスターを呼ぶんですけど、その大会を3月に国際マッチとしてあの川崎でやる。それのスポンサー集めもしてます、はい、でね、金額はあといくら、あと2000万足りない。あと2000万足りないんで、エスポス2000万やるんで。だから私の個人経費全然全然。目指す入れても大変だな。でもそれこそあのそのあの大会の中で子どもたちの体験会やったりとか、うんうん、海外の選手、トップ選手から、まあ、あのラクロスを知ることで、うん、何かすごくそこの伸びが成長 の、うん、あの加速を。こう促したりするのかなと思っているので、うん、そういう機会をたくさん提供していきたいと思うので、うん、もしあの子どもたちで何かラクロスに興味ある人たちは、うん、ぜひ来ていただければなと思います。もうね、それちょっと我々が、ね、こう集めて集客のお手伝いから何から、はい、ぜひあのできるところはやって、ね、やっぱりラクロスね、はい、あぜひぜひ当日ね、学生たちが、うん、あの今一生懸命実行委員に入ってもらって90人ぐらいいるんですけど、やってくれるので、あの記者会見とかもまたやるんでぜひ、はい、行こう行こう、俺も行こう、言うといて、言うといて俺に、なんか俺知らんねん、俺に知らんねん私主催のさ、なんかやってんのよ、なんか試合フットサル大会とかさ、わーって子供集めて、うん、多い時に何チームぐらい、7チームとか6チームとか、そうです、8チームとかでやってるんで、僕知らない知らない終わってからとか、もしくは直前、あすごい良かったですよって写真とか後で見て、うわで、なんかあの道具用意してる、うん、トロフィーで、はい、何これ、この子供になったら、えっありがとうございました、ありがとうございます、そんな感じで、はい、あと何かある、大丈夫、うん、